1ヶ月の残業時間は何時間まで可能なのか、今日も結論は出ませんでした。長時間労働の上に様々な小習慣ができ、労働慣行ができています。これを変えていくためには制度士がまさに3本の矢となって一体となって取り組んでいくことが必要であります。安倍政権が掲げる働き方改革で長時間残業を是正するための議論が難航しています。焦点は1ヶ月の残業時間の上限をどう設定するかで、月100時間までとしたい会社側と過労死ラインは設定できないとする労働者側で対立が続いています。